こんばんは、モーリーです。本日9月24日インスピ男子シングルス中級からオープン、池田雅宏さん出場シングルスの試合の日であります。よろしくお願いします。運営は石井ちゃんです。あ、よろしくお願いします。そしてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっと夜の大会に来たの初めてなんでドキドキです。確かにちょっと新鮮ですよ、いつもと違って。そうですよね、はい。ちょっと、初めてお会いする、対戦する方もたくさんいるかなと思っておりますので楽しみにしております。それでは、
しろ。はい、というわけで終わってしまいました。結果としましては 5-6-5-6-2-6-0-6 でした。ありがとうございました。ありがとうございました。シリスボミでした。なんかさ、せっかく涼しくなってきてね、いやすげえ動けるぞと思ったら、なんか他の人もみんな動けるのね。そうですね、みんな元気でしたね。みんな元気だった。よしき、もうバッチリだぜ、元気すげえ、今日もうテニスこれからだぜと思ったら、みんなそんな感じなのね、はい、もうみんなこの日を待ってたぐらいにもう動きまくってたっすね。あれ、おしっこ行きたいですか？違う、なんか一言ください。あ、やってみて思ったんですけど、はい、あの難しいボールミスするのは仕方ないんですけど、難しくないボールのミスがやっぱり今日はかなり多かったです。そこを減らせばもっともっと、正直試合見返してもらえると分かると思うんですけど、ポイントめっちゃ競ってたんですよ、はい、うん、でそのミス1本2本とかがなくなってくると、試合展開ってなんかこう変わりそうじゃないですか。でしかも 2-3 とか競ってきたらなんかやる気も出るじゃないですか。で僕はやる気が落ちちゃうし、うわやべえどうしようって、でそこの1本ね、難しいボールじゃなくて多分普段だと返せるから、それを減らせるように、あの涼しくなったんで練習多分めっちゃできるんで。そうですね、はい、はい、またチャレンジしたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。手首がね痛いの知ってる。